こんにちは、今日もセクシーに瀬戸セイラです。というわけでですね、本日はですね、私人生で初めて占いというものをやったんですよ。実はね、もうこれもぶっちゃけ話です。ぶっちゃけ話、私占いとかそういう類のもの全く信じてないタイプなんですよ。だからもうお化けとか、なんかああいう系も信じてないし、なんかもう不安になる自分の心の願掛けみたいなさ、なんかちょっとお守り的な要素かなと思っているので、だってそんなさ、未来がさ見えたらさ、なんかもっとこうどうにかなるものっていっぱいあると思うんですよね。なんか例えば事件が起きた時の犯人逮捕、占え、あいつが犯人だみたいな、なんかそういうことができないじゃん。別に警察でさ、警察の捜査でなんかこう事件とかの捜査でさ、占いがさ使われるっていうの見たことないから、まあなんかあれは、まあ、一応その統計学とか心理学とかそういったものを学ばれてる方が、あの統計的にこういう感じでっていうものなので、またあれはあれでこう立派な学問なんですけど、まあだから私はさ、結構さそういうとこひねくれてるから、あなたに今期が訪れます、そんなこと言われたってさ、はい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 って感じで、あたまたまいつもお世話になってる人からちょっとまあ頼まれて占いをする機会があって、電話で占いできるんだってすごいね今。でもまあ結構いい値段、1分に300円ぐらい、1時間で1万2000円から1万8000円とか、まあそんなもんですねぐらい。電話で自分の悩みとかをさ相談すると悩み聞いてくれるんだけどさ、私でも結構普段から自分一人で悩みをさ抱えていられないタイプで、結構なんか悩みが生まれた瞬間すぐアウトプットしちゃうから、そういう面で言うと占い的にはまあ意外性とか、まあ、意外性じゃないか、占いって別に意外性じゃないもんね、意外性とかはなかったかなとは思います。一応なんか そんなに事件って起こりますぐらいやべえの引き当てる率すごい多くて、女一人でフリーランスでやってて、私あの人と群れたりとか、なんか誰かと一緒にやったりするのがすごく苦手なんですね。で一人行動が多かったりすると、あいつ女で一人だいけるって思う、なんかやべえやつがいっぱいいるの本当に。これあのお前に好きがあるからだろうって言ってくるやつ本当にいっぱいいるんですけれども、え何それ私悪いのとかすごい思っちゃうんだけど、一人で行動してる女性とかは結構狙われやすいですかね。あと私結構ね、人の話うんうんって、あそうなんですねとか結構聞いてしまうタイプなので、パーソナルスペースも超狭いし、そういった意味でね結構ね変なやつに目つけられやすいんですよ。私さ、もともと人間観察がめちゃくちゃ趣味で、これに関してはもう本当にね言いますけど、人間観察が病的に好きなんですよ。もう結構あの積極的にいろんなジャンルの人に話しかけに行って、ものすごい間近で観察するとか分析したいとか、そういう趣味というか、まあもともと役者をやっていたのでそこから来てるんですけど、もうとにかくそういうのが好きで、まあ、心理学とかさ、まあ、そういう系も好きなのでさ、なんか、まあ、好きも面白くて近寄っちゃうんですね自分から。で最近はちょっともうあまりにこう近寄ることでこっちに向かって来られる率もすごく高くなってしまったのでやめました。やっぱり自分は性格的に結構ね、集団とかそのチームで行動するというのがものすごく向いていなくって、結構まあ一人でコツコツとやる方が好きだし、でもこうあんまり恥じらいがないという意味ではどんどんぐいぐい前に出ていけるし、もうとにかく表現がしたいんですよね。なんかその仲間欲しいっていうよりも、私思ったことをアウトプットしたいですみたいな感じのタイプなので、表現がしたいっていうところでフリーランスになったんだけど、まあさ言うてもさ、やっぱフリーランスってさ経営者と一緒だからさ、何でもするわけよ。自分で営業したりとか、まあ、お金の管理とか、私そういうさ細かいさ、そういうさ営業とかそういう系がめちゃくちゃ苦手なので、フリーランス向いてない、仕事は徐々にそのつながりとか増え始めてはいるんだけど、結構厳しい、結構スレスレ、本当にもう皆さん本当仕事ください、本当に私生きていくためにちょっと行き詰まっていて、まあいろんな事件もあったからね、自分自身も結構思っている以上に慎重になってるので、それでまあ今後どうかなと思って占い師さんに聞いてみました。占い結果ご紹介します。その1、ドゥドゥン、あなたね
ド M っぽさがちょっとにじみ出すぎているからもっとド S に行きなさい。これちょっと面白かったですね。私の特性をご説明させていただくと、私ド M でド S なんですよ。両方持ってるんですよね、両極端で。ド M っていうレベルも多分皆さんがご想像する以上にド M で、だからこそその事件とか巻き込まれてもちょっと普通の人はね、私レベルの事件に巻き込まれるとメンタル病んでフリーランス辞めたりしますね。普通の人だったらちょっとメンタル病むようなレベルでも結構、いや一応落ち込んだりはしますよ、感情はあるので。ただまあ帰ってこれないみたいな、元の位置に帰ってこれないみたいな落ち込み方はしないので、まあメンタル強いんですよね。でそういうのに耐えられるぐらいなので、まあド M ですね。辛いものも大好きですしね。でしかもやっぱド S っていう部分もあって、人間観察が好きだからなんだよ。なんか未解決事件系とか凶悪殺人事件系がすごい好きで、よく本を読んでるとかよく情報とか調べてるっていうことをすごいたまにチラッチラッと言ってるんですけど、やっぱそういうなんか人間ドラマとかがすごい好きなんで、一方方向からしか共感ができないっていうことがなくて、私結構多方面に対して共感ができるっていう特殊能力があるので、それであれなんですよね、ド S からド M までいけるみたいなところですね。でちょっと人よりもそのレベルが大きいから、日常の中でちょっと M っぽさがにじみ出すぎているっていう、だからそのレベルをねこうちょっと調節して、なんか M っぽさはちょっとあんまり出さない方がいいですね。それがあるから、それがある以上はやっぱ寄ってきちゃいますよ。まあそうっすよねと思って。占い師さんから言われたことその2で、あなた表現が向いてるから表現やった方がいいですよっていうことを言っていただきました。これは普通に嬉しいですね。私は表現をすることでしか自分をなんか生きていけないというか、自分自身をこう上手に生きていけないタイプなので、表現を仕事にしていきたいっていうふうにはやっぱりこう10代の頃からずっと思っていたんですが、まあいかんせんね、こうちょっと社会性というか得意不得意なところがかなりはっきりと分かれるので、まあ営業とかこう仕事をお金にしていくっていう部分がかなり苦手なので、向いてないのかなと思うことは本当にね、この9年10年間ですごくいっぱいあったんですけど、何回もやめようと思ったよ。そんな喋るの大好きだし、お芝居したいし、文章書くのっていうところの表現がここ 1,2 年で増えたんですけど、まあ、そういうの大好きなんだけれども、そういうの仕事にしていくのっていうのはある程度その自分の表現によってどういったプラスメリットを相手に提供できるかっていうのが明確に言葉で説明できないと難しいっていうのは私自身も思っているんですけど、そこがすごく難しくって、これを言ってうまく伝わるかがわからないんですけど、私意外とねそんなに承認欲求がないんですよ。意外とね、これめちゃくちゃ承認欲求をこじらせてる人だっていうふうに思われることも多いんだけど、意外とそんな自分みたいな感じではないんですよね。なんかその必ずしも自分が前に出ないと死んでしまうというタイプの人間ではないです。ただ自分のアウトプットは自分の表現をしていかないと結構生きるのが大変というか、それが一番私らしい生き方だなという意味で自分を表に出すことが多いというタイプですね。なので表現をしないとね生きていけないというタイプの人間なので、表現をして表現が向いてますって言われたのはすごく嬉しかったです。占い師さんから言われたことその3、まずはお金を何とかしなさい。これねもう本当にね現実的すぎる。やっぱりこうやりたいことのために私お金っていうところの概念を一回捨てたんですよね。1年半前か、フリーランスになった時、フリーランスになるちょっと前はお金がないと死んじゃうっていう恐怖心がすごく多くて、芸能事務所に所属しながら、まあ、いわゆるアルバイトにで、まあ、食いつないで芸能事務所でも仕事をしていくっていうことを、まあ、よくある夢追い人の構図ですね。それをやっていたんだけれども、私時給制で働けば働くほど何をしてるねんするにもこの時間今の1時間で1000円稼げたな
みたいな計算に変わっていってしまって、生きることが何をしてても損をしたっていう気分になってしまいがちで、もうなんか人付き合いとか全くやめちゃったんですよね。それでだって人とさ話してる時間さ、あれもったいないじゃん、お金かかるだけでさ、私別にお金が入るわけでもないし、今これ何の時間みたいな気分にすごくなってしまって、時給で働けば働くほど人付き合いの時間、人とご飯食べたりとか飲み行ったりとか遊びに行く時間っていうのが普通にもったいないなっていう価値観に変わってしまって、なんかどん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 人付き合いもしなくなってしまったし、結構クローズドになっちゃったんですよね。でなんか好きなこともお金が全然入らないから、好きやりたいことのためにそういった生活を取ったはずなのに、だん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 それが逆転してしまって、やっぱ休みも取らなくなっちゃったし、趣味もやらなくなっちゃったしっていう、ちょっと本末転倒になってしまったっていう過去があって、それでその辞めたんですよね、時給で働くっていうこと。フリーランスになってお金結構ね本当になくなっちゃって、貯金もゼロになっちゃって、でその中でさ、その、まあ、さっきもちょこちょこ出てるけども、なんかちょっと結構人間トラブルで、まあ、警察とか弁護士さんとかみたいなぐらいのちょっと大きいやつがあったので、まあ、そういうのでもお金結構使ったし、なんかちょっとストーカーにもあったりして、引っ越しとかも連続的にせざるを得なくなっちゃったりとか、本当にね、まあ、つかそういうのでお金飛びましたね。でもどうしようかなって、やっぱフリーランス向いてないかなって、営業とかできないしとか、人間関係の構築ができないっていうところがやっぱりかなり痛手だなっていう風に思ってるんですけど、でもなんかこれって表現者のジレンマとして表現をやってる人はすごい持ってると思うんだけど、人付き合いで発生する仕事ってちょっとこう生活という面ではありがとうございますっていう気持ちはもちろんあるし、感謝の気持ちもあるんだけど、表現者としては認められていないような気がしてしまって、私の表現には価値がないっていう、なんか結局なんかそういう友情とか、なんか人物としてなんか好かれているからとか、あとはやっぱり女性なので、ぶっちゃけこうね、女性フリーランス系の方は経験あるかもしれないですけど、なんかちょっと下心、相手クライアントが男性の場合は下心を完全に持たれていて、ワンチャンあるかなみたいな感じの下心で正直仕事が入ってくることもすごく多いんですよね。なんかそういうのをやればやるほど、もちろんちょっとお金がかなりギリギリだから受けたりはするんですけど、自分に結構さ価値がないって言われてるような気分になってしまったりして、そういう系で仕事を取ってしまった私はね、私やっぱ表現者向いてないのかなとかすごい思ったりして、結構なんかお金を稼ごうと思えば思うほどすごい落ち込んじゃったりしてめんどくさいね、私多分こういうとこがめんどくさいんだと思う。結構今ねスランプでもあり、どうやって仕事を取ったらいいか分かんないんですよ。でもとにかくお金を稼ぐっていう ところを一番最初に優先させなさいみたいな感じのこと言ってくださったんで、まあそうだよね、現実から目をそらしちゃダメだよねって思いながら聞いてました。フリーランスのぶっちゃけ暴露トーク、イエーイ。なんかやっぱ女の人が一人 でしかもどこにも属さず、私結構コミュニティとかにも参加しないし、オンラインサロンとかもすごいいっぱいあるけど、そういったものにも参加してないし、なんかこうフリーランスの人たちが集まるようなところにも行ってないんですよね。なんかもう本当に人付き合いがすごい苦手で、これはもう本当にやりたくないって言ってたらしょうがないじゃんみたいなことを言ってくる人もいるんですけど、どうしても苦手で、どうしても行きたくないし、でもそういうところで発生する仕事をいろんなところに顔出してさ、もちろん発生することもあるけど、そういった仕事をで多分満たされないと思うんだよね。なんか私のファン、私の作品のファンの人に仕事をもらうのが一番嬉しいんだよね。なんかもうありがとうって感じ、本当にもうなんかまだまだちょっとそういった方からのご依頼とかそういった風にうまくならなくて、いやジレンマだね。なんか 100% 自分のわがままが通るとはもちろん思っていないけれども、でもそういうなんかわがままが通らないとか、例えば期日超無理、なんか無理な、なんか明日までに提出してくださいとか、なんかそういったものだったらなんか全然技術とか言葉とか表現の仕方とかそういうのをすごい磨いてって、生徒生らが書く出す表現がいいなっていう風に言われる存在になんかなって仕事を取っていきたいなと
思いましたっていう、なんか結構真面目な話になっちゃった。なんか29歳フリーランスの事情、占い師さんに占ってもらった結果のご紹介でした。瀬戸セイラでした。バイバイ。